中国で昨年2019年の末なんですけれども写真撮影所を取材してきましたそちらの動画の後半になります少しね出すのが少しどころが結構遅れてしまったんですけれども理由はあってですね今回この写真撮影所にサンプルとして一つの,あの撮影を行っていただいたんですがそちらのこの商品ですね今は言えるんですけれども中国のカービング牛革の彫刻技術を使って 財布なんですがこちらの財布に関してはですね初めにまず生徒さんに紹介して。 で、その後もしかしたらこれ自分が実際に扱う商品になるかもしれなかったので、モザイクかけて出した方がいいのかな、どうかなっていうのを迷っていて、それで実際にこのように皆さんに出すのが遅れてしまいました。失礼いたしました。今回はですね、もうそろそろ時間が経ったので、こちらの動画モザイクなしで出してもいいかなと思いましたので、中国の撮影所の様子っていうのをお届けさせていただきたいと思います。こちらの撮影所はですね、中国の公州,甲州 卸場の近くにあるんですが近くって言っても大体電車で市街地中心地公衆品館がある中心の場所からだいたい1時間ぐらいかかるところですで電車降りてからも15分ぐらい山道みたいなとこ歩いていくと高級住宅街がいきなりボコンって出てくるんですがそこの高級住宅街のあるワンフロアっていうのを全部買い取ってこの若手の 冒頭で私が一緒に話していた若い人がマネージャー、セールスマネージャーみたいな人なんですが、その人たちで購入したと。 で、こういった形で写真撮影を行うんですね。で、写真撮影っていうのは商品の売れ行きだけではなくて金額に思いっきり影響することです。当然なんですけど、例えば皆さんが引っ越しする時の賃貸を思い浮かべていただければ一番わかると思うんですが、同じ賃料で A という部屋と B という部屋があったら画像がめちゃめちゃ綺麗で、 で、魅力的に映っている B という部屋の方がいいって思うじゃないですか。B の方が画像も豊富で画像も綺麗で、で、細かい細部までしっかりと。 映像として画像として現れていたらそっちの方が絶対いいじゃないですかっていうのと全く同じでですね結局のところ商品っていうのも同じ商品を売るのでも画像がいい方が高く売れるんですそしてよく売れるんですアクセスも多いですしね、まあ、インプレッションってアマゾンだと言うんですが。 しかしながら、初めからこんな感じで商品の写真撮影をするっていうのは、まあコストの面を考えると、そもそもテストマーケティング、初めの試し売りっていうのは、売れるか売れないかわからない商品を 出してみてお客さんの生の声をいただくっていうのがテストマーケティングだからなかなか難しいことだとは思うんですけれどもその後のステップとして画像をなるべく良いものにするっていうことをぜひぜひ積極的に考えていただければなと思うんですね。 月に30万円以上売り上げを上げられるような商品をどんどん増やしていきましょうっていうのが私の中国から商品を仕入れてアメリカアマゾンに売るというコンサルティングの一つの目標なんですけどその目標を達成するためには画像撮影もしくはモデル撮影っていうのが必須条件になります今回行ったこちらの撮影所っていうのはモデル撮影もちろん白人モデルの撮影も行いますしこんな感じで画像撮影も行えるんですね <laughs> で、この撮影所の素晴らしいところっていうのは、というか素晴らしいところしかないんですけど、まずこういった若手の、まあ正直自分から見てみると、が大学生の人たちなんかなって思えるぐらい若い集団の人たちがいるわけですよね。要するに若手の精鋭たちっていうのが集まって写真撮影している。 で、自分が業者、写真撮影業者を選ぶときのいくつかのポイントがあるんですが、まず、若手の人たちって柔軟な頭を持ってますよね。だから、あの手この手をいろいろ試行錯誤してくださるんですよ。これ今ご覧いただければわかる通り、どこに貼り付けて、なんかこれ、な練り消しみたいなので貼り付けて、で、いろんなとこにレフ板を置いたりだとか、角度を変えたりとかしながら、この何度も何度もパソコンで確認して、もうどうすればより良い画像が撮れるのかっていう、 いうのほんと一生懸命考えててくださっいるまず、この熱意といいますか、本当、みんな写真撮影が好きなんだなっていう、写真撮影を追求してるんだなって思える人たちだっていうのが、まずものすごく素晴らしいポイントなんじゃないかなって思います。続いて人柄ですね自分今回 こちらでセールスマネージャーだけじゃなくてこういった撮影スタッフの人たちだとか他の人たちとも話したんですよで通訳アテンドとして自分の友達っていうのを雇ってで一緒に話してたんですけれども本当皆さんめちゃめちゃいい人。 やっぱり人柄っていうのが業者選びの一番のポイントと言っても過言ではないです。料金的には1時間700元か800元って言ってました。モデルさんを雇う場合はモデルさんのフィーが別途かかってくるってことです。で、多くの人が1商品いくらっていう風に考えてるし、日本の写真撮影代行だとやっぱりそんな感じで価格設定されてるんですが、中国だと1時間なんですよね。で、1時間静止画像であれば7、8 18商品取れるので、1商品100件ぐらい、1700件ぐらいで撮影できるっていうことです。モデルさんの場合は別途モデル撮影費がかかるんですけどね。というわけで今回は写真撮影所が一体どういう場所なのか、皆さんにお見せさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。では失礼いたします。